枕じゃなんもないこの部屋で、お前の書き置きを眺めてた。やがて部屋には明かりが差し込み、俺はギターを抱えて地下鉄の中、お前はもう帰ってこないのか。ああ時が俺の体を削る。早く早く俺の体はガリガリになってしまうよ。祈った言葉もわからない俺の部屋が、俺の言葉で満たされ始めた。夜と同じ数の愛の言葉を並べてく。言葉の数はもうすぐで一年を超える。月が丸い100円ライター、何べんもこするような、歯がゆい思いばかりしてきたよ。お前が書き残した日から届かない思いなど早く捨てちまえ。誰かがそんなこと言ってたけど、だけど思えば全てが叶うと信じたい。俺はただお前を信じたい。もうすぐで一年を超える。正常期を掲げて忍
街へ出ては歌をちぎり売りさばいた。はすからどうして生きるとか、どうでもいい気分になれる。始末を知らない口先だけが忍び寄ってくる。うまい話に踊らされ